はい、おはようございます。私ダクソンはですね、当麻町に到着いたしました。あの冬はね、こういう風に日中でも曇り空になると本当夕暮れ時みたいな暗さになりますよね。まだね午前中なんですが、ここにね屯田兵の像があります。ということは当麻町は屯田兵によって開拓された模様でございます。でその、証拠っていうかね、証がこの郷土資料館の前に建立された屯田100年という記念の碑の下に書いてます。北辺の防衛と北海道開拓のため任を帯びて明治26年5月屯田兵並びにその家族とともに全国16県にわたる400戸が入地しました。ここからね当麻町は開拓されたです。でここにね郷土資料館がございまして、中には入れないんですけど、旧当麻村役場の庁舎でございます。で外観がこんな感じで、縦長のね3連続の窓がたくさんついてるんですが、お、なんか鳴ったぞ。なんだこれ。まあいいや。大正15年11月に当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りの役場庁舎として建てられました。正確に表現すると鉄筋コンクリートでフレームを組んで、壁にはレンガを充填している構造でございます。あ、もともとはねレンガ作りだったんだね。で窓枠とこの外壁が改装されてます。窓枠はアルミサッシになってますね。で中ね、竜のなんだろうこれ、ああぼっこでね複数の人が持ってこう竜が登るような感じのものがありますね。庁舎2階建て84坪264平方メートル背後には平屋の付属車が付き、他に倉庫もあったみたいです。じゃあ行ってみましょう。もう中入れないんですね。中にはね屯田兵屋とか農機具の展示がされてるみたいなんですけど、あの一度もね開館されているのは見たことがございません。ここにありますよね、平屋ついてるの見えるでしょ。これ以上ね右に振っちゃうとダクソンのカルトプリウスが映ってしまうんです。なるほど。近隣町村唯一の永久不燃建築として収蔵の的となったという、現在は郷土資料館として再利用。まあ、先ほど申し上げた通り中には屯田兵屋ですとか農機具の展示がされてるんですね。ここがね旧村役場庁舎でございます。レンガ作りだったんだ。中に入りたいな。はい、以上です。はい、ちょうどね列車が通ったところ、ここね踏切の近くなんですけど、当麻の伊賀牛っていうとこなんです。でこちらにねレトロな建物見つけたんですが、いかんせん個人宅だと思うんで、撮影できるかな。ちょっと車の中から今勝手に撮影してます。この白い建物が旧事務所だと思うんです。ホッソの農業事務所だそうです。で大正2年頃から3年あ5年ですかの建築と推定。旧事務所は全体に白を基調とした洋風にまとめられていますが、入り門や玄関屋根の破風の下に見られる下魚のような和風作りが印象的。多分ね、あの屋根が入り門屋作りでしょ。この下、これがね下魚って言うと思うんだよな。違うかな。
で家の裏か周辺にはねこんな感じの倉庫があるみたいよ。じゃあ少しね車から降りて近寄ってみたいと思います。